おっしゃー、オッケー、やりました。亮輝ありがとう、本がありがとう。おはようございます。おはようございます。さあ、今回も音楽川にやってきました。亮輝さん、今回どう？秋の音楽川は結構きついです。きついの？はい、きついですね。毎回来るたんびにきついすしか言われへんからもうちょっと慣れてきたところあるんですけど、なんか事前情報によるとかなりきついらしいです。未だかつてないぐらいきついって、プライベートでも釣れてない、そんな状況らしいんで、2人で頑張って魚探したいと思います。はい、橋脚の周りだけめちゃめちゃ掘れてるんですよ。で、あの木のあるところとか、コンクリートの鉄柱とかあるところが浅くて、それから下がまた掘れてちょっとなだらかって感じで、じゃあもう見たまんまのこのガラガラって言わんとこだけが浅いの？そうですね、まあ、そこに投げてドリフトさせて下に落としてあげるとか。前やったよね。そうです、沈み虫で釣ったとこやな。はい、よう釣れたな、あの時な。そうですね、まあ、あの時も事前情報きつかったから、はい、今回もなんとかなるっしょですね。頑張りましょう。よし、朝は巻いていきます。 AK チャタージュニアに肩口はもうやばくね、ちょっと頭ヘッドカットしたものこれできます。コンパクトチャターですね。だここもそんなに広いエリアじゃないんで、最初サッとだけ流す。おお、なんか今後ろもやーんってなりましたよね。なになに、おったんちゃう？鯉がびっくりして逃げただけか。寒いなぁ。バテラーの3、ちょっと手前のリップラップと沖の、まあ、すぐそこにある橋脚の沿いをこれでフィニッシュ誘っていきたいと思います。深くなったと思ったよ。前より深くなった。多分その掘れてるところは結構掘れてるんですよ、流れが当たるところっていうか。はいはい、この手前のリップラップとかは石の間に結構砂とか入っちゃったり。ああ、じゃあ前めっちゃ釣れた時からは地形が変わったんや。はい、ここみたいに砂こんななかったんですよね。へえー、あ、大水が来て地形が変わっちゃったんや。多分流れがよれてるところにこう砂が溜まってってるんじゃないですかね。だいぶ来たっすよね。あの木の途中ぐらいまで水来たんで。前回よくここが釣れた時から大きく地形が変わったらしいです。大雨が降って土砂が流れてきた。やっぱ川ってそういうとこあるんで、まあ、来るたんびに地形変わったりポイントの性質が性格変わってくるんで、それもまあ楽しみの一つかなと思いますけど、好きなポイントの形が変わるのは残念やけどな。ちょっと寂しいけど、キャラメルシャッドの 3.5 インチネイルリグです。ものすごく根がかりするような地形なんで、根がかりしにくい巻物、これでちょっと丁寧めに巻いていきます。ものすごく勢いある巻物でパーッと上を通すか、こういうネチネチじっくり探れるものでじっくりいくか。
まずじっくりから行こう。ちょっと寒いからな。前来た時と地形が変わりすぎてわけわからないですね。複雑すぎる。掘れてるとこと掘れてないところの位置関係が。おっしゃおっしゃおっしゃ。うわ、なんでな。食いました。あードキドキする。やっぱ朝一のバイトっていいな。巻きで反応ないか。まあ、かなりスローな巻きなんで。オンガの餌、スパテラ 7.8 インチの猫リュウです。ここ最近来るたんびにこれで釣ってるんちゃう。なんかよう釣れるんですよね、オンガで。困った時にも使えるし、でかいの狙いたいって時にも使えるし、いつでも OK。 長スパ。とね、1.8g です。オンガで普段やるときは 0.9 か 1.3 なんですけど、流れが速いんでちょっと重めにしてみました。投げ込んだところである程度その美味しいところに落としたいから。流れさえなかったら 0.9 ぐらいが一番ほっといて釣れるぐらいの重さなんですよね。ゆら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 勝手に揺れてくれるから。おっしゃ、いった。抜けた。そやん、持って走ってたのに。あー忘れてた。あとね、長スパは早合わせ禁物。端っこだけ噛んで走ることにダジャレみたいになった。ロングワームは端っこだけ噛んでグーって持っていくことあるんで、今まさにそれで合わせちゃいました。針のとこまでちゃんと食ってグッとホールドしてからバチンといかんとやらかしました。おはようございます。この、ね、水がめちゃめちゃ透き通ってるんでちょっとフィネスいきます。スパテラ4インチドリフトの釣りします。ヤンのスパテラスプリット。これをまずターゲットポイントに投げ込む。でまずはラインフリーにしてボトム取って、進化の力で沈めて、で糸張る頃にはもうラインに流れがバチバチに当たってるんで、もうこのまま止めるだけです。これ止めてたらこのこう描いてるラインに水が当たってグググググググって引っ張られて、リグは下流に引っ張られていくんで、この下流に引っ張られる動きで釣っていきます。で基本スプリットの場合はシンカーが上流側で、ワームだけは流されて下流側にあるんで、上流向いて泳いでるバスからしたらシンカー上、ラインも上、ワームだけが手前に来る感じ。だからワームだけが手前に来るからっていくような、そんなイメージで流していきます。さあこれを早く引っ張りすぎたら、こっちが引っ張りすぎるとシンカーとワームがぐっとこう方向変わっちゃって、あんまり良くない動きになっちゃうんで、できるだけゆっくり流す。コリッ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 って流れていくぐらい。ほんで時々石とかにスタックするんで軽く引っかかるんで、引っかかったらパンパンパンって外してあげて、でまたラインフリーにしようとするで流す。一番やっちゃいけないのがやっぱラインテンションの張りすぎ。張ると流れによってガッと押されるんで、ライトリグとかファーッと浮き上がるんですよね。でボトムから離れちゃうんで、向こうはならないようにできるだけラインテンション抜いてあげて、ちょっとでも何かパンってラインテンション加えて根がかりから外して、次また落とす時にはすぐ落とす。ここでスーッとラインテンション張ってるとリグはファーッと中層浮いていくんで、ガンガン流されちゃうんで、次は丁寧に丁寧に流していきます。普通のゆっくりズル引きと流れのないところでのズル引きとやることはあんまり変わらないです。あれはゆっくり竿とかリールでこう巻いていくじゃないですか。でもここに関してはこと流れがあるんで、流れを使ってリール巻かなくてもルアーは動いていくんで、その流れを使ってずっと動かしていく。このドリフトの釣りはもうラインテンションが全てで、張りすぎたらラインがルアーが浮いちゃうし、緩めすぎると
ルアーが流されすぎて岩にガッて挟まっちゃったりするんで、勝手に挟まっちゃったりするから、その挟まらずかつ流れすぎずのちょうどいいところで流していく。でどうしてもやりにくかったら重りの重さを調整して重くしたり軽くしたりして、その場その場で根がかりしすぎず流れすぎずの重さを選んでいくっていう感じですね。おっしゃー、オッケー、スパテラスプリッター、おっしゃー、でかい、水がクリアやからね、ちょっとライトリグ入れたんす。おっしゃおっしゃおっしゃ、ラフファイトできるようにリーダー太いからちょっと強引にいかな、やばい、よし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 、でかいぞ、よっしゃよっしゃーしゃー、これスパテラのスプリットショット。これ。流れのあるところの背にスプリット入れてコロ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 って転がしてたらゴッゴッってでグワーッて走っていきましたね。ああいい魚。やりました。漁期ありがとう。恩がありがとう。この流れの中かつ、まあ、クリアウォーター繊細なバスを釣るための細いワームと、これ単体で使いたいんですけど、ほんまは流れがあって流れすぎるんでスプリットショットで美味しいところに置いてでじっと見せる。でもそれでもラインに流れが立ったらこのスプリットショットがコロ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 って転がるんですよ。で時々カッて引っかかったのパンパンって外しながらずっと転がしていったらクッて走りましたね。ドリフトです。やっぱ漁期のポイントセレクトは秀逸ですね。朝一のチャンスタイム逃さへんわ。スパテラの3です。さっき中松さんがスプリットショットで撮ったやつですね。のネコリグです。食うかな、このホバス。食った。お、漁期さん釣れた。例の小バスがいっぱい浮いてきましたよ。おお、何釣ったん？スパテラの3です。目の前に乗ってもう釣りたくて仕方なかったんで釣っちゃいました。スパテラの3のネコリグです。赤松さんの3分の1ぐらいしかないですけどね。ちょっと飛距離重視のためにスーパースティック、ウェイトは変わらずで、リーダーをちょっと短めにして飛距離出します。同じウェイトでもこのリーダーを長く取るのか短く取るのかで飛距離違うんで、短い方が飛びやすいです。長い方がほっといても釣れる。で、ね、このスーパースティックプロトで高比重素材、めちゃめちゃ高比重素材で作ってもらいました。これがどうなるか試してみたいと思います。よっしゃあ、危ない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 です。えらいとこでかけてもうた。よっしゃよっしゃ、飛距離出したら釣れたやん。よっしゃー、イエス。ちょっとスパテラで届かないとこ飛距離出すためにスーパースティックにしてきました。まあなんかね、水クリアやとやっぱ細長いもん、細いもん、
好きっぽいんで、それにちょっと合わせてみました。おっしゃ、釣れるやん。スーパースティックはね、思い出のワームで、漁期との、まあ、出会いのきっかけにもなったワームなんですよ。漁期が恩賀のおかっぱり大会でスーパースティックの4使って優勝してるんですよ。ほんで、スーパースティックで優勝した人いるんやと思って調べてたら、佐藤漁期って名前に出会って、翌月フィールドスタッフモニターの募集違いかけた時に彼から応募があったんです。あの時のやみたいな。よっしゃ、陽気さん、ここは、まあ、ここは彦さん。はい、彦さんですね。ここはちょっとだけ来たことがあるけど、どうやってやったらいいか、ピンと来てない。まあ、沖のあの橋脚をやってもらうか、うん、岸際にタイミングよく差してきたバスがおったら、サイドしてやってやるかなって感じです。OK です。はい、よっしゃ、おっしゃおっしゃ、ちょっといいぞ。いいか、いいよ、よっしゃ、いいや、橋脚のシェードフィッシュ。スパテラやっぱ食うな、簡単。もう入れて、今は見えたんですけど、魚の近く入れて置いとくだけ。置いといたらもうこの緩やかな流れで多分キラキラキラってラメがしてると思うんですけど、もう勝手にパクッ。スパテラ日陰最高。あ、いいバスおるわ。え、目の前見えます？3匹ぐらい、35ぐらいのものです。あ、見える見える見える。行こう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 、行ける35ぐらいのやつ、行けます、行けますか。絡まってるんじゃないですか、りょうきさん。若いぞ。めちゃめちゃ絡まってました。いけ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 、もう投げよ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 う。35ぐらい乗りますよね。いるいる。ちょっと今こっからじゃ見えないですけど、まだいます。同じ位置でちょっと沈んだぐらいじゃ。あ、下流行ってる、下流。そっちそっち、その木の前。おー、ベイトが逃げよう。あれでテンション上がるんちゃう。おー、行った。あ、小バスや、ちっちゃい方が食った。移動早々、見えます。ちっちゃい方が食った。興奮する若者。また可愛いのが連れてくれました。スパテラの3の 0.45 のネイルですね。はい、なんか目に見える、うん、ブレイクがこうバーってあるじゃないですか。うんうん、それそうそうそう、はいはい、これが手前までこうバーってきとって、うん、バコンって落ちてるんですけど、でそこに杭が2本、うん、目に見えるやつ、うんうん、と橋脚があって、対岸ほど流れてはないんですけど、うんうん、この沿いとかに結構ベイトを泳いどって、それを食べに来たりとか、うん、たまにブレイクから上に上がってきて、うんうんうん、ああいうちょっといいサイズが見えたりします。釣れそうやな、ここ。はい、ほんますごく。よっしゃー、魚魚、よいしょ。あ、ちょっといい豆や。お、太っ。よし、太っ。サイトです。よし、こういうサイズをね、ためらいなく釣るためのこの魚魚の魚なんですよ。イエス。よっしゃー、バレたー。結構今、
テクニカルやったんですけどね。ちょっとでもなんか分かったぞ。これブラインドでやったらでかいやつ食うんちゃう。アブラインドでやったら釣れたけど、かわいいな。よし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 。ゃちょっと見えバスでね、一個学習したんですよ。こうボトムシェイク好きやぞ。スプリットショットにしてボトムでパパパパパパってシンカーだけ揺れるぐらい、シンカーがグググググって揺れたらスパテラのラメがキラ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 ってなるぐらいで見せたら当たりが出ました。AK チャンクジュニアですね。ちょっと黒トのやつになります。赤松さんがちょっと釣りすぎちゃってるんで、僕もそろそろ釣りたいですね。まともなサイズで。うわぁギルやな。お釣れとった釣れたよし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 、釣れました。 AK チャンクジュニアですね。プロトのやつです。ヘビダンで可愛いのが釣れてくれました。狙いどころどんな感じなん？あ、もうブレイクです。ブレイクで上げて落として、上げて落として、で止まった時にコンコンってきて、あ、来たかな、いや違うな、コーンってきたんで、あ、来たみたいな。病気は自分のよく知ってるこう地形把握、地形把握してるんで、その地形を釣ってます。ブレイクっていう、要は水深の大きく変化の変わるところですね。ここのポイントすごく手前が浅くて1メーターもないんですよ。そこからガーンと1メーター半から2メーターぐらいまで落ちてるんですよ。この角を釣ってる感じですね。ブレイクをスパテラ31。この風でこのライトリグはちょっと酷ではあるんですけど、まあ、誰もやらないですもんね、この風の中は。よーし、釣れた釣れた、よいしょこれもブレイク沿いですね。はい、ブレイク沿いでスパテラ3、この上のやつですね。 0.45 のネイルリグ入れてるんですけど、まあ、ちょっと風あって厳しいですけど、ブレイクをしっかり通したら釣れてくれました。陽気さん、ハマってる猫。沈み虫トップウォーター使いはもう普通のセッティングと一緒です。バックスライド仕様と一緒。フックはマルチオフセットの2番で、お尻にネイルシンカー入れる。で、ネイルシンカー入れるのは2つ意味があって、まず飛距離、トップウォーターなので、まあ、飛ばしたいじゃないですか。でターゲットゾーンまで飛ばすこと、それからお尻が下がると重りを打ってるにもかかわらず浮き上がりやすくなります。でしかもお尻が重くて、お尻を支点にちょんちょんちょんってロッドワーク加えると頭をパッ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 って振りやすい。だから純粋にここピッ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 ってくるんじゃなくて、パッ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 って多少首振りながらイレギュラーアクションに出ながら、で水をかき回して引いてこれるんで、まあ、ネイル進化必須かなと思います。で、このトップオーダー使いって別にこのまま沈めれば普通に釣れるんで、投げ込んで、あ、美味しいとこ入ったなと思ったらそのまま沈めて普通に釣ったりとか、回収の時に普通にパーって回収するんじゃなくて、トップウォーター使い的に回収してきたら、そこもチャンスタイムじゃないかなと思います。沈み虫トップ使い、
おお、おっしゃー、あ、すごいぞ。そっちはあかんで、おっしゃおっしゃおっしゃ、ええやん、ええ方やん、あかんで最後、あかんで、あかんで、おっしゃでかいやん沈み虫トップ使いでばっか、おっしゃ見て綺麗なバス、はい、沈み虫、沈み虫を沈まさずに釣りました。まあ、あのこのスティックベイト型でお尻にネイル進化出てるんで、あの重量バランス的にはペンシルベイトと一緒で、チャ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 ってきたらパカン、どうだ、沈み虫のトップ使い、沈ませずに使いました。この沈み虫を浮かせて使うトップ使いって、あのたまたまやったわけじゃなくて、実はあの師匠が沈み虫って浮く素材作ったらどうなんやろうなってこの間言ってはったんですよ。おーと思って、なんかその時はピンと来なかったんですけど、あ、これよく飛ぶし、トップウォータープラグってよく飛ぶじゃないですか。同じようにピョンとちっちゃいのによく飛ぶし、水面チャ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 って引いてきたらそれそうやなと思ってやってみたら釣れました。ええ魚やった、ええバイトやったな。これってだいぶありやな、トップワーム。さあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。釣れたな。釣れましたね、いっぱいよかった。赤松さん、釣りすぎです。ありがとう、いいバス釣れた。数も釣れたし、なんかそのめっちゃイージーではなかったけど、なんかこの感じで釣ったら口使うみたいなのが見えてからはパタパタパタって二人とも釣れた。そうですね、まあ、あの釣りなんて釣れる日もあればこの日もあるし、はい、まあいい日に当たったんじゃないでしょうか。もしくはちょっと上手だったのかなみたいなということで、まあ音楽川の数釣りを楽しんだ回でした。ありがとうございました。ありがとうございました。